ジャバ SE7 が出てまいりました。で、おそらくですね、ジャバ SE7、皆さんお使いだとは思いますけれども、ですけれども、ですけれども、ですね、こういったような機能が入っております。ちなみに、今日ですね、ちょっと皆さんご質問あるんですけれども、Java SE8 を実際にリリースされる前から触ってらっしゃる方、もしくは情報をなんか収集されてらっしゃった方ってどのぐらいいらっしゃいますか？わ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、これうちの JJAG の幹事の谷本慎からちょっと聞いてみてほしいっていうふうに言われていたんですけれども、ちなみに皆様の今お使いの Java のバージョンって何でしょうか？ Java SE8 の方。すごい。すごいすごいすごい。Java SE7 の方。わ、素晴らしい、素晴らしい。こっから先聞きたくないです。Java SE6 の方。だいぶ減ってきましたね。もっと聞きたくないです。Java SE5 の方。ありがとうございます。もう全然聞きたくない。Java SE の JSSE の 1.4 の方いらっしゃるんですよね。でも本当ありがとうございます。こうやってですね、こういうイベントに来ていただいて、そういう 1.4 とかの現場にいらっしゃる方ってなかなかこういう場に来てくださらない方が多いので、非常にもう嬉しい思いです。今日ですね、本当に Java SE なのに皆さんすごい多くの方が移行されているんだなっていうのは本当に改めて理解して、本当にありがとうございます。で、ちょっと続けますけれども、2012年の7月にですね、ジグソーモジュール化のやつをですね、開発を進めていたんですけれども、これレート4トレインで電車になんか乗り遅れるみたいな話があってですね、こういうことを、マークが言っているわけなんですね。ちょっとこの時のですね、プロジェクトジグソーのプロジェクトの進捗状況から見て、できればこのジグソーというものは Java SE8 に入れる、完全に入れ込むまで待つとちょっと結構時間かかっちゃうので、このジグソーは次の電車、つまり次の Java SE9 に先送りしてですね、待ってもらってですね、ラムダとかそういったもう仕様が固まりつつあるものをちゃんと出していきたいというような話がここで持ち上がりました。で、さらにですね、この時ですね何を言っていたかというと、もう一つ重要なことがございまして、 Java SE8 は2013年の9月頃にリリースしますよというようなお話をさせていただきました。この話を覚えてらっしゃる方いらっしゃいます。ですよね。結構期待されてた方、2013年9月というものをずっと頭に入れていらっしゃったんじゃないかなと思うんですけれども、この後ですね、何があったかというと、これなんですけれども、皆様覚えてらっしゃるかと思うんですけれども、去年の年始から中旬にかけて、Java はかつてないほどの大量のセキュリティのパッチを出したことを皆様は覚えていただいているかと思うんですけれども、この時に何がオラクルの中ではあったかというと、Java の開発者が、これもトップ判断です。オラクルのトップ判断で、当時もう Java のセキュリティイシューに関して非常にもう世間を賑わしてましたので、 Java の開発者のトップがセキュリティ問題をもう第一にやりなさい、そのためには今のロードマップ、スケジュールを全部リスケしてもいいから、まずセキュリティに対してやりなさいっていうことをもうトップからボンと言われました。それによってもう多くの Java SE の開発者が全部セキュリティの問題の対応の方に行ったため、 Java SE8 のリリースデートがですね、もう2013年の9月はもう絶対もう間に合わないっていうことになりまして、それで、
もう一度マークがですね、皆様に本当お声掛けさせていただいたのが2013年の4月にですね、 Java SE8 の、リリースを、2014年 の、 早期早めなタイミングで出してですね、 Java SE9 をその2年後つまり2016年にリリースする予定でもう一度リスケをさせていただきたいということが言われました。で、この、わずか数日後にですね、もう、日付、もう完全にフィックスいたしました。それが、ターゲットリリースデート、for Java SE8 is、2014年3月18日ということで、ここで決めた、去年の4月26日に決めたスケジュール通りに、今回 Java SE8 がリリースされたというような形になっています。これが Java SE7 からですね、8のリリースにかけて、Java を取り巻く環境、何があったのかというのが、こちらの内容になっています。本当にでも嬉しいですね。実際に私も Java SE 触ってみたんですけれども、やっぱ書き方がガラッと変わっている分、すごい簡潔に書けるようになってきていたりだとか、やはりですね、ラムダが適用できる範囲っていうものも、すごいなんか僕、思ったよりも多いなっていうのがやっぱりあってですね、実際にですね、ぜひ多くの皆様に触っていただきたいなと思っています。で、Java SE8 なんですけれども、機能としては、こういったような機能がメインとして上がってます。メインな機能として上がってます。で、おそらく多くの皆様にが興味があるのがラムダとか、あとは JavaFX、あとまあデータ&タイムとかこの辺になるんじゃないかなとは思うんですけれども、決してですね、言語仕様が変わっただけではないです。この後私がまあ100枚の趣味を起こした中にもいっぱい入ってるんですけれども、Java SE8 にしていただくことによって、Java SE7 よりも大きないろんなメリットがあります。例えばバーチャルマシンに対する改良も入ってますし、もちろんクラスファイルのフォーマットなんかも変わってますし、あとそうですね、もういろんなところでですね、パフォーマンスを上げるため の、 機能であったりだとか、既存のライブラリに対する改善であったりだとか、そういったものが多く入ってます。例えばメモリーの使用量なんかも、そのクラスファイルのフォーマットが変わることによって、メモリーの使用量もおそらく Java SE8 になる少なくなるはずです。ですので、決してそのプログラマーの方たちがそのラムダとかそういったものにとらわれるだけではなくって、プラットフォームとしての Java、 実行環境としての Java っていうところも着実に成長していますし、パフォーマンスが非常に良くなってますので、皆様のその実行環境に対してですね、いい影響を必ず与えてくれると私は思っています。で、今日の、午後のセッションなんですけれども、1時半からこの後私 の、 発表のすぐ後、ごめんなさい、違う吉田さんにですね、ラメダ、JavaFX って書いてあるんですけど、これ間違いです。ラメダについてお話しいただきます。で、吉田さんの後に、休憩を挟んでですね、岸田さんの方から Java 8のコーディング作法で、続いて5時半から、ソプロパさん2時間が過ぎます。そう、ウェイト。これ何を書いたかというと、僕ラムダ関連のセッションがこれですよという形で、まとめで、この時間の間にですね、デート&タイム API を長谷沼さん3時半からですね。あと JavaFX につきましては、ただまあ桜庭さんがまだご自宅で一生懸命頑張って作ってらっしゃると思うんですけれども、夕方はですね、4時半から JavaFX に関して話していただきます。あとですね、もう一つ、Java SE8 ではプロファイルというものが導入されるんですけれども、そうですね、実行する環境の使用するメモリーによって、コンパクトプロファイル1、2、3というようなものが用意されていまして、Java の実行環境とかライブラリーとかですね、その
のファイルサイズというのが違うようにも提供されます。JavaS APIとか。で、これが、まあ、実際にそういうその区分けになるんですけれども、このコンパクトプロファイルに、あ、そうです、あ、ごめんなさい、もう一つ言わされました。このコンパクトプロファイルというものは、ぜひちょっと覚えておいていただきたいのが、JavaS8 の API をご覧いただくと、この上側にコンパクト3とか、コンパクト2とか、コンパクト1とかっていうふうに書いてある部分があります。この青い枠です、ね。これがコンパクトプロファイル3で使えるライブラリーですよ。2でも使えますよ。1でも使えますよっていう区分けになりますので、ぜひですね、ここだけはちょっと覚えていただければ嬉しいなと思います。で、このコンパクトプロファイルにちょっと関連したところで、ちょっとライトニングトークっぽく なるという話を聞いてますけれども、ラズベリーパイ上のその Java というものをですね、ラズベリーパイのユーザーグループのですね、太田さんの方からですね、ご登壇いただく予定でございます。ですので、この後ですね、まあ、ラマダに関するセッションが結構多いんですけれども、それ以外に、JavaFX とかデータアンタイムとか、大きな機能がありますので、ぜひですね、楽しみにしていただければと思います。で、ここでですね、私はおそらく今日お越しいただいている皆様はもうご存知の内容のことばかりだと思うんですけれども、ここの資料はぜひですね、チェックしてくださいというような資料をご紹介させていただきたいなと思います。まずはリリースノート。JavaS8 のリリースノートをご覧いただいた方ってどのくらいいらっしゃいますか？残りの方はぜひご覧ください。ここにはですね、まあ、JavaS8 でどんな機能が追加されたかとか、JDK8 にどんなものが含まれているのかとかですね、そういったものが記載されています。結構重要なんでですね、まずはリリースノートをご覧いただければなと思います。で、もう一つですね、この JDK のリリースノートには機能以外の例えばですね JavaS8 のサポートする環境とかの情報とかも載っているわけなんですけれども、よりもうちょっと機能的なところの情報を入手したいなという方はこちらの資料をご覧ください。パッツニューイン JDK8 の新機能概要というところで、ここでですね、JDK8、JavaS8 に含まれるですね、新機能の概要がですね、バーッと書かれております。ぜひこちらもご覧ください。もちろん、開発する際にはですね、こういった昔からあるですね、JavaS の API とか、まあ、JavaS のドキュメントですね、こちらをご覧いただく必要がございます。うん、あと、こちらもですね、見ていただける方は、必ず見ていただくんですけれども、結構ですねあまり見ていただいてない方も多くいらっしゃいますので、あえてこちらでご紹介いたします。これ違う、コピペを間違えてますね。違うんです。JDK8 のコンパチビリティガイド、コンパチビリティガイドというものがありまして、これだ、消し忘れてました。このコンパチビリティガイド、まだご覧いただいてない方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、こちらはご覧ください。これは JavaSE7 から JavaSE8 に変わって、何が変わったのかっていうものが、こちらに、全部書かれております。例えば、ですね、型チェックシステムとかを改善していて、JavaSE7 では、ワーニングだったものが JavaS8 ではコンパイルが通るようになったものがあったりだとか、なんかですね、いろいろJavaS7 と8の違いについてですね、こちらに書かれています。これはですね、結構重要なんですね。各バージョンのリリースのたびにこれは必ず出されているんですけれども、
以前ですね、出たあのコンパチビリティガイドの中でやっぱりびっくりしたのがですね、例えば昔スイング、今もまあスイングってあるんですけど、スイングでですね、あるプロパティの設定がデフォルトで、ブーリアンでフォールスだったのが、トゥルーに変えましたとかですね、そんなイベントハンドリングで、トゥルーがフォールスになったみたいな、そういうなんか結構驚きのような変更とかも中にもあったりしますので、必ずですね、このコンパチビリティガイドというものはご覧いただければ嬉しいなと思います。あとは、基地の問題。これノンイシューなんですけれども、JavaSuite がもうリリースした時点でですね、もうすでに分かっている問題に関しましても、レポートされておりますので、こちらをご覧いただいて、何か JavaSuite を動かしていて、問題が発生した場合には、この基地の問題に当たっていないのかなっていうところをまずはご確認いただければなと思います。最後に、最後から2番目なんですけれども、サポートのロードマップ、これ皆様ぜひですね、ご確認いただきたいんですけれども、Java SE のサポートのロードマップが、こういったドキュメントにまとめられております。で、この Java SE8 のリリースのタイミングで、Java SE のパブリックアップデートの日付が変わりました。今2014年の3月ですけれども、Java SE7 のパブリックの終了の日付がですね、なんと来年の4月ということで発表が行われております。ぜひですね、この辺もご確認いただければと思います。もう一つ、実際に開発を行う際にいろいろと参考になるドキュメントとして Java のチュートリアルというものがございますので、ぜひですね、こういったドキュメントもご覧いただければと思います。これ本当にですね、僕が言った言葉じゃないんですけれども、マーク・ラインホールドがですね、去年の Java 1で言ったことなんですけれども、Java SE8、まあ、ラムダとか入ってきたりだとかですね、開発者の皆様が待ちに待った機能が入ってですね、今の本当に開発のトレンドに合ったプログラミングゲームとしてまた戻ってきた。皆様がまたワクワクするような Java にまた戻りつつある、そういったような、意味合いを込めて、ね、Java is back ということを言っています。ぜひですね、Java is 8をご活用ください。で、最後に、おそらくですね、もう気づいていらっしゃる方、いらっしゃるかと思うんですけれども、私の方から、これはオラクルの立場と JVL の立場、両方からですね、イベントについてご案内させてあげたいと思います。まずはオラクルとしてですけれども、もうすでに気づいてらっしゃる方いらっしゃるかと思います。Java Day Tokyo開催が今年も決まりました。ありがとうございます。今ですね、まさに私、プランニングしている最中なんですけれども、今年はですね、5月22日、品川プリンスホテルで開催が決まりました。これもですね、ちゃんと去年の皆様のフィードバックをいただいたから品川プリンスになったんですよ。本当なんです、これ。去年皆様、秋葉に行ってですね、皆さん、椅子が硬い、腰が痛いという言葉をたくさんいただきました。もうちょっと椅子が柔らかいというかですね、腰に優しいところはないかということで探したのが、こちらの品川プリンスです。皆さん、フィードバックは本当に重要です。ぜひですね、今年もフィードバックをいただければと思います。で、今年はですね、Java SE8 の特にですね、ラムダの開発者とかも、実際の開発者です。もう呼びたいと思って、呼びます。ですのでですね、非常に楽しみにしておいていただければと思います。で、登録開始の予定がですね、一応もう日付はアナウンスされました。で、登録開始の予定は4月の2日あたりを今予定しています。ぜひですね、こちら楽しみいただければと思います。あと、もう一つ、5月の Java の祭りということですので、このイベントだけではございません。これを前後していろんなイベントがあります。Java に関しては。この Java Day Tokyo の直前の日曜日、JJAM CCC Spring、これ5月18日ですけれども、ベルサーズ西新宿。これ前回の会場と同じですけれども、また CCC やります。で、今ですね、コールフォーペーパーを募集しております。
今日の発表とかを皆さん聞いて、僕もちょっとこういう場に出て喋りたいということが方がいらっしゃいましたら、ぜひコールフォーペーパーに募集して、ここでですね発表いただければ嬉しいなと思います。それ以外にもこんだけイベントを予定してます。上が JJAGCCC ですね。で、Java Day 東京。で、Java Day 東京の次の日に、ここのオラクル青山センターで、Java SE8 とラズベリーパイのハンズオンラボ。これ、おそらくですね、かなり、プラチナチケットになるぐらいのですね、人数限定で多分50人ぐらいになるんじゃないかなと思うんですけれども、これもですね、またアナウンスさせていただきます。で、このハンズオンラボはですね、実際の US のエンジニアがこのハンズオンラボをやります。 Java ラムダの開発者がハンズオンラボをやってくれます。 US の Java の JavaFX とか Raspberry Pi のエヴァンジェリストのスワンチンとかが Raspberry Pi のハンズオンをやってくれます。で、最後土曜日5月の24日皆様サイクリング行きませんか？これもですね、近々またアナウンスされると思います。JJAG の方からですね、アナウンスされると思いますけれども、これ、US の、Java のエンジニアとか、また JJAG の幹事とかですね、と一緒にですね、東京の、街をですね、みんなでサイクリングして、皆さん仲良くなりましょうというようなイベントを今、企画しております。かなりバリバリ の自転車好きの方は物足りなさを感じるかもしれないんですけれども、これ Java 版でですね、よくやってるんですね。サンフランシスコでやったりだとか、ブラジルでやったりだとか、中国でやったり、日本でもやります。ぜひですね、皆さんは僕たちと一緒に元気よくサイクリングしましょう。ということで、私の発表の方は以上で終わりますが、先ほどご紹介した Java SE の参考資料、どんなものかさらっと流していきます。本当にもうパラパラっと流していくので、あとは詳しくは見ていただければと思います。どんな内容を僕が書いているのかっていうものを、これはまずランゲージに関して、ただですね、この資料、ラムダとデート&タイムと JavaFX に関してはあまり詳しく書いてませんというものも今日話していただけるので、その部分はちょっとあまり詳しく書いてます。でもそれ以外の Java SE8 に入ってきた、新機能の概要、おそらくですね、私がこれは本当にいろいろ調べて作ったものですので、日本語の情報としてもまだないものであったりだとか、世界的に見ても情報が少ない情報なんかも中には含まれているかと思いますので、多分ですね、参考にしていただけるんじゃないかなというふうに思っております。結構やっぱり100枚回すのも大変ですね。いろいろ本当ですね、大きな機能以外にも ZIP と呼ばれている JDK エンハンスメントプロポーザルというものがありまして、そこだけでも50個の新しい機能というものが提案されています。それ以外にも JIP 以外のところでも多くの機能が改善されておりますので、まずはですね、これがこの資料が 100% だとは決して申し上げません。それに結構ですね、これ急ピッチで作ったので、もしかしたら間違いももしかしたらあるかもしれません。間違いないように気をつけたつもりなんですけれども、あるかもしれません。間違いがあったらぜひですね、ご指摘いただければ嬉しいなと思います。で、こちらの資料をご覧いただくと、大体その JIP の7割、8割ぐらいはカバーできているんじゃないかなというふうに思いますので、今日のラムダとか、データタイム、JavaFX 以外のところでも、どんな機能が入ったんだろうとか、そういったものをですね、知りたい方はですね、私がこの後、ブログを書いて公開した後にですね、ご覧いただければ嬉しいなというふうに思っております。ということで、以上で私の発表の方は終わりとなります。どうもありがとうございました。で、引き続きまして、吉田さんの